はい、こんにちは、ふみです。今日はちょっといろいろな投げ方をやって1ゲーム投げてみたいと思います。で、左両手投げ、サムレスで、サムラスのバックアップで、普通に片手投げで1ゲーム投げてみたいと思います。ちょっと点数はどのブレイクかわからないですけど、ちょっと頑張っていきたいと思います。1フレは左でいきます。だから1フレと6フレ左かな。それではいきます。めっちゃ曲がってる。で、次2フレと7フレを両手投げでやっていきたいと思います。やばい、めっちゃ難しい。やばいね、これ点数。3フレはサムレスバックアップで行きます。むずいよあれ。おお、初スペアで、4フレと9フレは普通にサムレスで行きます。いいね、やっぱり。で、どこでも普通に叩き投げでいきます。次のフレームが大事。次は6フレームで左ですね。ストライクの後が、やばい。次は両手投げですね。ああ、曲がんなかった。28フレサムレスの。やばい、あんなの取れないよ。次サムレス。やばい。次テンフレが当たって投げていきます。はい、お疲れ様でした。点数は94点でした。ちょっとまたリベンジ動画したいと思います。次は100点以上をちょっと目指して頑張っていきたいので、よかったら見てください。また配信します。スイミでした。